欧州連合加盟国の特別領域。欧州連合加盟国の特別領域では、欧州連合加盟各国の海外領域や自治領など特殊な統治の形態をとっている領域について解説する。2016年の時点において、欧州連合には28の国が加盟しているが、そのほとんどが欧州連合の政策や計画のすべてに加わり、 またその行動を規定した文書に署名している。しかし EU 法は必ずしもすべての加盟国のすべての領域に適用されるものではない。複数の加盟国は歴史上、地理上、政治上の理由により加盟国の一般の領域とは違って本国政府やあるいは欧州連合と異なる関係を持つ特殊な領域を有している。それらの領域は 欧州連合のすべての政策や計画に参加しているわけではない。中には欧州連合との関係を全く持たない領域が存在する一方で、他方では指令、規則や基本条約の付属議定書に従って欧州連合の計画に参加する領域も存在する。EU 法の適用を受ける欧州連合の外部に存在する地域は7つある。なおこれらの地域について、 ローマ条約第299条2項では、地理的に切り離されていることや離島であること、規模が小さいこと、地政的、気候的に異なること、経済、産業力が乏しいこと、発展の障害となる普遍的かつ複合的な条件に置かれていることなどによる社会構造や経済構造を考慮して EU 法の適用除外を受けることができる規定がある。 アゾレス諸島とマデーラ諸島は、大西洋に浮かぶポルトガル領の島である。EU 法の適用除外対象ではあるものの、両地域とも実際には免除規定を受けていない。カナリア諸島は、大西洋上のスペイン領の島である。カナリア諸島は、欧州連合付加価値税領域の対象ではないが、これ以外の EU 法は全て適用される。フランス領ギアナ、グアドループ、マルティニーク、 マヨット、レイユニオンはフランスの海外圏であり、フランス法において、これらの海外圏のほぼ全土はフランス本土と不可分であるという扱い受けている。これらの海外圏において、ユーロは法定通貨となっており、また欧州連合の関税同盟には加わっているが、宣言協定と不可価値税領域の対象とはなっていない。なお2007年7月25日、 グアドループ海外圏からサンバルテルミー島、サンマルタン島が正式に分離し、それぞれ海外準圏となった。また海外準圏であるサンマルタンは2007年の分離から地位が不確定であったが、リスボン条約の発行に伴い外部地域に位置づけられた。特定の欧州連合加盟国と特別な関係にある海外領域は20あり、その内訳はイギリス11。 フランス6、オランダ2、デンマーク1である。これらの領域は、欧州連合との協力関係を構築しており、一方で、欧州連合の労働者の移動の自由、ローマ条約第186条、開業の自由、同183条5項に関する規定の対象外となっている。また欧州連合の共通対外関税、同184条1項の規定も受けることはないが、 無差別原則、同184条3項及び5項に基づき、欧州連合からの輸入品については関税をかけることができる。これらの領域は欧州連合の領域には含まれないが、協力関係を維持するためには最低限の EU 法の規定が適用される。イギリスには以下の12の海外領域がある。これらはローマ条約のもとにおける海外領域とされているが、 バミューダ諸島については、現地からの要求によりこの枠組みから除外されている。イギリスの海外領域のすべての市民は、バミューダを含め2002年のイギリス海外領域法により完全なイギリス市民権を獲得している。これらの領域に住む市民も欧州連合の市民としている。ただし同法では、キプロス島内にあるイギリス軍基地、アクロティリおよびデケリアを 対象外としている。南極地域とインド洋地域については疑問が持たれており、いずれも定住する住民がいない。南極条約によりイギリスは南極地域の領有権を停止しており、インド洋地域は1970年代に強制移住を実施し、アメリカ軍基地の用地として提供した。サンピエール島、ミクロン島、ウォリス・フッツナ、サンバルテルミーは、 フランスの海外巡県、フランス領ポリネシアは海外領方、フランス領南方、南極地域、フランス領インド洋無人島群を含むは海外領土、ニューカレドニアは特別共同体という地位にある。サンピエール島、ミクロン島、サンバアルテルミーは共にユーロ圏に含まれているが、ニューカレドニア、フランス領ポリネシア、ウォリス・フッツナはユーロと相場が固定されている。 CFP フラン通貨としている。これらの海外領域の住民は、フランス市民権を有することから欧州連合の市民とされ、欧州議会に対する選挙権を持つ。南方、南極地域は、研究基地及び軍人以外に住民はおらず、そのうち南極大陸のアデリーランドについては、南極条約第4条の規定により、フランスの領有権が凍結されている。 グリーンランドはデンマークの自治領であるが特殊な事例を持つ。海外領域としてはかつて欧州諸共同体、後の欧州連合の領域だったが、1982年に欧州諸共同体からの離脱を住民投票で決した。しかし、グリーンランドの住民はデンマーク市民権を持つことから完全な欧州連合の市民権を有している。あるはキュラソー。 シント・マール・テンは、オランダの構成国、サバ島、ボネール島、シント・ユース・タティウスは、特別自治体である。ローマ条約付帯議定書の規定により、EU 法の適用を受けないが、欧州連合の海外領域である。また住民は、オランダ国籍を持つことから欧州連合の市民とされるが、最近までは、住民のほとんどが、欧州議会に対する投票権を持っていなかった。 この状況について、欧州司法裁判所は、オランダ領アンティルやアルバイ外の欧州、連合域外に住むオランダ市民が、オランダ選挙法の下で欧州議会に投票することができるにもかかわらず、両地域において、これを認めないことは EU 法に反するという判決を下している。外部地域や海外領域は、共通した制度が適用されるように分類されていると、考えられているが、実際には、 すべての領域に当てはまるものではない。中には欧州連合との関係において特有の制度が設けられている領域がある。またそれぞれの国の欧州連合加盟条約に付属された規定書の規定によって統治されていることから規定書領域と呼ばれる域もある。これらに当てはまらない領域は EU 法の規定により不可価値税領域や関税同盟の一方、 または両方に関する法令の適用対象外となっている。オーランド諸島はスウェーデン沖に浮かぶ公用語をスウェーデン語とするフィンランド領の軍島であるが、フィンランドと共に1995年に欧州連合に加わっている。オーランド諸島は加盟の際に独自の住民投票を実施しており、フィンランド本土と同様に欧州連合入りに賛成の結果が出ている。 オーランド諸島では、ほとんどの EU 法が適用されるが、付加価値税領域には含まれていない。また取引口税や物品税、間接税に関する共通法規の適用も免除、されている。また人とサービスの移動や、開業の自由、オーランド諸島での不動産の購入や取得にも、制限がある。ドイツのビューシンゲンは、スイス領内にある飛び地で、 欧州連合非加盟国であるスイスと独自に関税同盟を結んでいる。ビューシンゲンにおける法定通貨はユーロであるが、実際にはスイスプランも使用される。また欧州連合の関税同盟や付加価値税領域の対象とはなっておらず、スイスの付加価値税や消費税が適用される。カンピョーネ・ディターリア村はスイスのティチーノ州にあるルガーの湖に面した。 イタリアの飛び地であり、コモ県に属する。他方、リビーニョは、山に隔てられたリゾートの町で、ソンドリオ県に属する。共に、欧州連合の領域であるが、欧州連合の関税同盟や、付加価値税領域には含まれておらず、リビーニョの免税規定は、ナポレオン時代にまで遡る。セウタとメリリアは、 モロッコの地中海沿岸にあるスペインの飛び地であるが、共に欧州連合の共通農業政策、共通漁業政策の対象から外されている。両者はまた関税同盟や、付加価値税領域の対象にはなっていないが、欧州連合からの輸出品には、関税がかけられておらず、セウパーとメリラの特定産品は通関手数料が免除、されている。チャンネル諸島とマンシマは、 イギリスの王室保護領で、前者はフランスの沿岸に近く、後者はアイリス市会の中央に浮かぶ島である。両地域とも欧州連合の商品の移動の自由の対象になっているが、人や資本の移動、開業の自由は含まれていない。チャンネル諸島は付加価値税領域に含まれていないが、満島は対象となっている。なお、両地域とも関税同盟の対象にはなっている。 チャンネル諸島、満島の住民は、イギリス市民とされており、そのため同時に、欧州連合の市民ともされる。しかし、その家系について両親あるいは、祖父母のいずれかが、イギリス本土の出身であるか、自身が5年間本土に居住していたなど、イギリス本土との直接のゆかりがないと人やサービスの移動の自由については認められないとされている。2004年5月1日に、 キプロス島のほぼ全域、英領、アクロティリおよび、デケリアと国連管理下のグリーンライン以外は、欧州連合に加盟したが、EU 法が適用されるのはキプロス共和国政府が実行統治している、キプロス島南部に限られている。北部3分の1には EU 法の効力が及んで、おらず、この地域はトルコ政府のみが認証している北、キプロストルコ共和国が支配している。 しかしながら居住しているトルコ系キプロス人は欧州連合の市民とされ、少なくとも理論上は欧州議会に対する選挙権を有しているが、実際には欧州議会議員選挙が実施されることはない。イギリスはキプロス島内にアクロティリ及びデケリアの2カ所に基地を有している。他のイギリスの海外領域とは異なり、領基地はローマ条約において、 海外領域として記載されておらず、住民にはイギリス海外領域市民権が与えられてはいるが、イギリス市民権は与えられていない。2004年のキプロスの欧州連合加盟前は、ローマ条約第299条6項により、EU 法が領基地に対して適用されていなかった。この扱いについてはキプロスに対する欧州連合加盟条約によって変更され、 EU 法はなお原則としては適用されないとしているが、加盟条約付帯議定書の規定を実行するのに、必要な範囲においては EU 法を用いるとされている。ただ実際には EU 法のほとんどが用いられており、農業政策や関税、関節税に関しては EU 法が適用されている。またイギリスは、沖合や北、キプロスなどと、両基地との境界線に、 十分な管理を行うということを定めた議定書において、両基地とキプロス共和国との境界は完全に開放し、欧州連合領域の境界線として警備は行わないことで合意している。そのため、キプロス共和国が宣言協定を履行すれば、事実上両基地もその対象となる。戦術した通り両基地の住民にはイギリス市民権が与えられておらず、 それはすなわち欧州連合の市民権もないということになる。しかし、イギリス軍関係者で一時的に基地内に居住している場合は別として、住民の多くはキプロス国籍を持っていることから欧州連合の市民権が与えられている。グリーンラインとは国連が南北キプロスの間に引いた干渉地帯であり、国連平和維持軍によって監視されている。グリーンラインには、 ギリシャ系、トルコ系両方が混在するピラという村以外にはが、住んでいない。キプロスの欧州連合加盟条約付帯議定書では、欧州連合の領域について、キプロス政府が統治を行っているか否かで党内の領域を分割している。そのため、グリーンラインがどちらの領域に含まれるかは、明確に定められておらず、そのため、EU 法もグリーンラインやピラにも適用できるかは、 はっきりしていない。フェロー諸島はデンマークの自治領であるが欧州連合の領域に含まれておらず、また居住する住民がデンマーク国籍を有していても条約において加盟国の国民とみなされてはおらず、そのため欧州連合の市民とはされない。しかし、フェロー諸島の住民が欧州連合領域内に入ると欧州連合の市民権が認められるようになり、 自動の自由に関する権利を行使することができ、フェロー諸島の住民という扱いを受けなくなる。ジブラルタルはイギリスの海外領域であるが、イベリア半島の南端にある飛び地であり、1973年にイギリスが欧州経済共同体に加盟してからは、欧州連合の領域となっている。ローマ条約第299条4項では、 外部との関係について加盟国が義務を負うヨーロッパの領域に対して同条約を適用すると規定されており、これは実際にはジブラルタルのみに当てはまる条項である。ただしジブラルタルは欧州連合の領域に含まれてはいるものの、関税同盟や付加価値税領域には含まれておらず、また共通漁業政策の対象にもなっていない。1982年のイギリスが、 欧州経済共同体に提出した宣言書により、ジブラルタルの住民は EC 法の適用対象となるようにするために、イギリス国民として扱われている。ただこの規定にもかかわらず、当時ジブラルタルの住民は、イギリス市民ではなく、イギリス海外領域市民とされていたが、マーストリヒト条約の発行以降は、欧州連合の市民権を享受しており、 また完全にイギリス市民権を獲得している。ジブラルタルの住民は欧州連合域内に居住する欧州連合の市民という地位にあるが2004年までジブラルタルにおいて欧州議会選挙が行われていなかった。ジブラルタルにおける欧州議会選挙については少なくとも欧州人権裁判所における紛争事案においてジブラルタルで欧州議会選挙が行われないのは 人権と基本的自由の保護のための条約、欧人権条約第1議定書、第3条に違反するという判断がなされ、2004年の第6回欧州議会議員選挙においてジブラルタルはイギリスのサウスウエストイングランド選挙区に含まれた。ヘルゴラント島はドイツの北西沖7 0トルに浮かぶドイツ領の島であり、欧州連合の領域に含まれるが、関税同盟や 付加価値税領域からは除外されている。アトス山、アトス自治修道士共和国は、ギリシャにある修道院による自治領域で付加価値税領域に含まれていない。ギリシャの欧州連合加盟条約には、アトス山の数世紀にわたる特別な法的地位認める規定があり、例えば EU 法では性別による差別を禁止しているが、アトス山への女性の立ち入りを禁止していることが、 認められている。フィンランドはサイマー運河をロシアから咀嚼している。ロシア法が適用されるが、海運関連法や運河従事者についてはこの例外で、フィンランドの司法が管轄となる。また、サイマー運河を経由して、フィンランドに向かう船舶に関しても特別な規定が存在し、運河を通過するだけであれば、ロシアの入国査証が不要となる。 2007年2月21日、クリッパートン島の行政は、フランス領ポリネシア高等弁務官から、海外領土担当省に移管された。欧州連合諸条約が適用されるか明確ではないが、クリッパートン島には、人が全く住んでいないため大きな影響はない。オーストリア領のクラインバルザータールは、かつて特別な法的地位を有していた。クラインバルザータールは、 ドイツ側からしか道が通っておらず、オーストリアからは直接入ることができない。クラインバルザータールはドイツと関税通貨同盟を結んでおり、またクラインバルザータールとドイツの間には国境検査所がなかった。1995年にオーストリアが欧州連合及び欧州連合の関税同盟に加わるとクラインバルザータール単独での関税同盟は失効した。 1997年の支援源協定、2002年のユーロ導入により、クラインバルザータールに与えられていた特例措置は効力を失った。現在では、オーストリアの他の地域と同等の法的地位を有している。フィンランドがロシアから咀嚼していた島、2012年に咀嚼が終了し、特別地域から外れた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。